帯広市役所からのご案内です。まず帯広市職員の募集についてのお知らせです。2020年4月1日採用予定の帯広市職員を募集します。募集する試験区分は総合職の事務・大学卒区分、事務・身体障害者区分、土木区分、建築区分、栄養士区分、栄養士・社会人区分の6区分です。応募の際は帯広市職員採用試験案内で受験資格と申し込み方法を確認してください。試験案内は視聴者1回総合案内と職員課で配布しているほか、帯広市のホームページにも掲載しています。申し込み受付期間は平成31年4月25日木曜日までです。帯広市の職員採用は人物重視のため、公務員試験用の対策をしていない人を含め多くの人が受験しやすい試験となっています。たくさんの応募をお待ちしています。詳しくは職員課電話 65-4108 へ問い合わせください。続いて帯広動物園中山さんからのお話です。帯広動物園は4月27日土曜日に夏季営業がスタートします。帯広動物園には高齢にはなりましたが、アジアゾウのナナも元気に暮らしており、ナナに会うために北海道各地から家族連れでお越しいただいております。他にもエゾシカやゴマフアザラシなど、身近に住んでいながらその生態や魅力が知られていない北海道の動物たちも展示しております。普段帯広動物園では飼育員が日頃の動物の生態や習性、旬の動物ネタを伝えるスポットガイドを随時行っています。動物を見るだけではなく、飼育員の楽しい解説を聞いていただければ、動物をもっと身近に感じていただくことができます。例えば私が飼育を担当しているエゾタヌキのガイドでは、北海道よりも本州の方が一般的で馴染み深い生き物である話をしています。これは本州のタヌキは里山に住んでいますが、北海道は森を切り開いた開拓文化により里山がなく見かける機会が少ないためです。その他に特定外来生物のアライグマなどの外来種と人との関係についてもお話ししています。年に2回来園でお得になる年間パスポートも販売しておりますので、四季を通じて動物たちの変化を観察するのも動物園の楽しみ方の一つです。多くの皆様のご来園をお待ちしております。詳しくは帯広動物園電話番号242437までお問い合わせください。最後に帯広市議会議員選挙についてのお知らせです。4月21日日曜日は帯広市議会議員選挙の投票日です。私たちの未来のために大切な一票を忘れずに投じましょう。選挙当日投票所へ行けない人は、視聴者伊東洋華堂帯広店、帯広畜産大学の市内3カ所に開設された期日前投票所をご利用ください。開設期間は次の通りです。視聴者は4月20日土曜日までの午前8時30分から午後8時、伊東洋華堂帯広店は4月15日月曜日から4月20日土曜日までの午前9時から午後8時、帯広畜産大学柏プラザは4月18日木曜日と19日金曜日の午前8時30分から午後8時までです。場内には投票のお手伝いをする係員もいるので、どなたでも安心して投票することができます。また18歳未満のお子さんも一緒に入場できるので、ぜひご家族で投票所にお越しください。詳しくは帯広市選挙管理委員会事務局電話 65-4222 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。